い、皆さんこんにちは、ワネルグルフジです。では今回は帝徳の劇団法パブキットヤマト特攻リベンジ、ボーノ岬浮き海戦試行錯誤会、第何回目だろう、6回目とかになっちゃうのかな、だいぶ時間かかってますが、お付き合いをお願いいたします。で、今回も投入する艦隊はですね、前回と同じ艦隊にします。第3艦隊、これ従順中心の第3艦隊ですね。それに、航空戦艦と戦艦春名、さらに正規空母2隻、従順1隻、軽順2隻からなる第4艦隊、投入する艦隊は同じです。じゃあ同じことをやるのっていう話になると思うので、ちょっとこの後詳細を説明していきたいと思います。まず第1艦隊ヤマトは、画面の一番左から特攻させます。で、第3艦隊第4艦隊と順に並べます。で、今回はですね、まず第1艦隊、これヤマトが入ってる第1艦隊を、まあ、第1艦隊だけって言った方がいいのかな、第1艦隊だけ南下させて、その後第3艦隊第4艦隊を、南下させます。で、ヤマトはですね、南下させたらそのまま、沖縄方面に向かって、特攻をかけて、3個艦隊が同じタイミングで沖縄付近に到着するように、うまくね、コントロールをしていきたいと思います。1個ずつの艦隊では当然アメリカ軍の空母に勝ち目がないんですけども、アメリカ軍の1個艦隊に対して我々が3個艦隊で当たればね、これは壊滅できるだろうと、これを3回やりますっていうのが、今回の作戦の概要になります。まあ、思惑通りにはまるかどうかはちょっとクエスチョンですけどね。では早速今お話したシナリオで、艦隊を動かします。毎度のお話になりますが、空母はですね、残念ながら日本軍はまだ夜間に離発着できる航空機を持っていないので離脱させます。で、第3、第4艦隊はこのまま待機で、ヤマトの第1艦隊だけ南下を開始します。これで時間を進めていきます。ここはもう時間をバーッと進めていいところなので、時間を進めましょう。ヤマト以外の艦隊は停止です。艦列だけ整えておきましょう。ちょっと待ってね、第3艦隊だけもう少し南に下がっていいかな、この辺りまで下げましょう。細かい話です。同じタイミングでね、突入していくというのがとても大事になるので。了解。さあ、こんなところですかね。ではここから艦隊を動かしていきましょう。こちらの思惑通りね、敵の艦隊が出てきてくれればいいんですが、まずは敵の艦隊とどこで、どういう気候条件で遭遇できるかですね。ヤマトはもうちょっと南へ進路を取りましょうか。で、ヤマトの速度をちょっと調整します。ヤマトがちょっと速くなってるので、で、同じ意味で、従順艦隊もね、少し速度を調整します。やっぱり航空戦艦の入っている艦隊が足が少し遅いので、ここは足並みをとにかく揃える、これが今までできていなかったことなので、これによってどんだけの効果が生まれるのか、戦果が得られるのかをね、ちょっと今回楽しみにプレイをしていっています。まだ敵の艦隊を発見できない。どこにいるんだ敵の艦隊は。
もちろん雨が降ってくれても歓迎ですよね。了解。さあ、そろそろ敵艦隊と遭遇してほしいな。敵の3個艦隊と同時にぶつかるのは嫌なので、敵の1個艦隊に対してこちらが3個艦隊でぶつかるっていうのがね、まあ絶対条件というかマスト条件というか、勝利のための条件にはなってくるので。了解。ちょっとそのあたり心配なタイミングですね。あと敵の航空基地に近すぎるというのもちょっと怖い。雨も降っていない。しょうがない。ここはそしたら一旦ライトをつけて索敵を行いましょう。了解。了解。敵の位置がわからないまま進んでます。これは未だかつてないな。了解。おっと、敵の偵察機に発見された。発見されたので、ちょっと一旦時間を止めてですね、ライトを消していきます。了解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 。というかもう夜明けだなこれ。完全に夜明けのタイミングで敵の艦隊と遭遇するという最悪のタイミングだな。敵の空母の位置、ちょっと待ってね。全然予想してない位置に敵の位置を発見してるぞ。うわぁ、マジか。全然予想してない場所だ。今までに一度もない場所じゃないかな。とにかく敵の位置に急行しよう。ヤマトの艦隊で敵をなんとか減らしていくしかないね。一旦まずはライトをつけちゃって敵の位置を確認していきましょう。どんだけの艦隊が詰めているのか。こんな位置にいるとは思わなかったな。さあ、これで敵の艦隊から空母が出てくるよね。ちょっと嬉しくない展開ですが、ここはなんとか勝機をつかんでいきましょう。敵の位置は知っておきたいので、ある程度飛ばしていきましょう。でもちろん虎の子というか、まあ大した戦力ではないんですが、航空戦艦から爆撃機も飛ばします。さあ、爆撃機が飛んできてるぞ。これをしのげるかどうかだな。まずはすごい数の爆撃機がもう飛んできてるからね。ヤマトに攻撃が集中している。大丈夫か。他の艦隊の到着が待たれる。見えているよ。ヤマトが早くも大破してるな。見たくない光景だ。よし、雨だ。恵みの雨が来た。ちょっと遅かったけど恵みの雨だ。恵みの雨が来てくれて、この間に敵をできるだけ沈めておきたい。
さ敵の方も戦艦部隊を送り込んできてるな。これは従順艦隊で迎え撃ちましょう。雨がそろそろ止んじゃうんじゃないかっていう不安があるね。ヤマトはちょっとこの辺りで一旦離脱させた方がいいな。危ないですね、ヤマトが。残りの駆逐艦隊で攻撃を仕掛けていきましょう。水雷戦に持ち込まなきゃいけない。あ、雨が止んでしまった。雨が止んでしまいましたね。ここでくぅ、うわ、敵の大部隊がやってきてるな。うわ、爆撃機が来た。爆撃機が来ちゃいましたね。さて、どうする？まだまだ。厳しい戦いだな。了解。敵の空母をまずは、仕留めておきたいので、了解。空母に攻撃を集中するというのは変わらないですよね。で、航空戦艦要する艦隊の足がやっぱりちょっと遅いので、これを急いで南進させて、第一艦隊水雷戦隊ですね。ヤマトが抜けた水雷戦隊。了解。これを特攻させていきましょう。了解。ヤマトは大丈夫なのか？ヤマトが、ヤマトが危ないぞ。よし、ただ一個艦隊はほぼ壊滅させつつあるね。もうこの南側にいる今交戦中の敵の艦隊は、間違いなく航空戦力を投入できない状態に入っていると思うので、そしたらですね、標的を北側から迫ってきます。すごい数だな。この大部隊を相手にどう戦うのかっていうのはありますけど、ちょっとこちらの方に標的を変えていきましょう。了解。敵の空母がいればね、空母を優先的に、沈めていかなきゃいけないので。了解。で、温存している空母部隊を南進させていきます。これが発見されたらきついんだよね。まあこれも運ですね、完全に。ヤマトは守らなきゃいけないので。と言ってもヤマトが危ないな。敵艦撃沈と言ってるのはおそらくこっち側ですね。いやー、ヤマトが危なすぎる。これヤマトが危なすぎるぞ。大丈夫か、ヤマト。
プランとしては悪くなかったんじゃないかなと。まあもう負けたかのような話をしてますけど、プランとしてはね、悪くない戦いになってるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ事実、敵の一個艦隊は壊滅させましたからね、空母。少なくとももう、よし、ここで恵みの雨だ。こんなに好条件が整うことなんてそうないぞ。今回決めよう、もう。マジかー、ヤマトがやられたー。いやー、そうかー。そうですか。今回ね、このヤマトがうまく逃げおおせてくれれば、これ本当に勝機あったんじゃないかなと思います。残念だな。ちょっと言葉が出ないですが、ヤマトがね、沈んでしまいましたので、ここまでですね。ただこれちょっともう一回リベンジさせてください。いや、戦い方としては悪くなかったんじゃないかなと思うんですよね。で、雨のタイミングも、まあまあ良かったんじゃないかなと思うので、本当にそこだけ残念なんですけど、もし今の展開でヤマトがね、沈んでなければ、ちょっとリプレイで見ますけど、ヤマトがね、多分沈んでなければ、かなりいいタイミングで雨が降ってくれたんじゃないかなと思うんですよね。まずこの序盤の航空戦はもうしょうがないけど、ここで雨が降ってくれたんで、これでね、敵のこの空母部隊をね、壊滅できましたよ、ね、ここで。この後なんだよね。ヤマトが沈むのがちょっと早かったですね。はい。というわけでね、ちょっと今回残念な結果になりましたけども、次回ですね。同じ作戦をもうちょっと、段取りよく、あとは天運に任せて頑張っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。